それでは聖書を開きましょう。聖書はヨハネによる福音書ですね。一章。ヨハネによる福音書一章の一節から18節までですね、全体を読んでまた一部分をお話したいと思います。一章一節から18節と3章16節ね、私が奇数節を読みますので皆さん偶数節を読みください。ヨハネによる福音書一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。全ての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私よりも先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。律法はモーゼによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、追加して3章16節を読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はい、アドベント第2週ですね、いうことで、このヨハネによる福音書から教えられたいと思いますね。先週はですね、一章の一節二節ですね、今日は三節四節五節ですね、を一緒に、学びたいと思いますね。三節ですね。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずできたものは一つもなかった。四節。この方には命があった。この命は人の光であった。五節。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとね。このヨハネによる福音書はですね、本当にユニークな福音書といいますかね、であると思います。というのは他の三つの福音書ですね、マタイによる福音書はこのアブラハムの系図から始まってるんですね。
そしてこのマルコによる福音書は、まあ、イザヤ書の記述から始まっております。そしてルカはですね、ルカによる福音書は、まあ、ザカリア、エリサベツの物語から始まっているんですね。それはですね、マタイ、マルコ、ルカによる福音書は、このユダヤ的な伝統が強く意識されてですね、旧約聖書のユダヤ的伝統の、まあ、約束の成就として、という、まあ、視点から、まあ、書かれているということですね。でそれに対して、このヨハネによる福音書はですね、はじめに言葉があったと。ね、言葉は神であったと。ね、まあ、こういう書き出しで始まっていてですね、まあ、このあたりにはですね、全くこのユダヤ色がないというね、そういうまあ特色がある。そういうこのユダヤ民族的なものの成就というよりもですね、この全世界、全宇宙、全人類がですね、視野に入ってまあ書き始められているというね、ことですね。まあ、最近ではこの、イスラエルの首都、まあ、エルサレムにというふうなですね、アメリカの大統領の、まあ、決断といいますか、が、まあ、発表されたりして、まあ、中東はまた新たな混乱といいますか、また世界の、ね、パレスチナだけじゃなしにですね、まあ、世界のイスラム教徒全体にとってのですね、大きな、まあ、反発がですね、起こって、まあ、にわかに不運休を告げているというね、まあ、そういう状況の中にありますね。例えばまあそういう中で、まあまあ、一つのまあニュースをですね、まあ、目に留まりましてね、教えられたのはですね、まあ、オバマ前大統領がまあシカゴでですね、まあ、講演されたことが書いてあって、まあ、本当にこの民主主義のというですね、この庭の手入れというのはですね、まあ、絶えず必要であるというね、そういう講演でした。で、歴史から教えられることはですね、1920年代、30年代というのはですね、ヨーロッパはですね、非常にこう豊かで、ね、このウィーンの武道会ではですね、この音楽や芸術や文学が満ち溢れて、ね、みんな豊かさを満喫していたというんですね。そしてまあそれがこの、その繁栄は永遠に続くかのようにまあみんな思って生活していたと。ね。そういうただ中において、この、まあ、一国主義といいますか、ナチスドイツのですね、自国中心主義の、まあ、エゴイズムの追求が始まってですね、もうごく短期間でですね、ヨーロッパは戦争に巻き込まれ、まあ、6000万人の人がね、命を落としたというね、まあ、そういう、まあ、ことが起こった、まあ、ことを忘れてはならないというね。で、まあ、そのうちですね、本当に、まあ、世界は、まあ、協調精神のもとでずっと、協調の中で繁栄してきたわけですけども、戦後ですね。しかし今、急激にこの自国中心主義といいますか、そしてまあ移民問題とかね、排斥というかね、そしてこの貿易の調和というものですね、そういうものが脱退する。で、環境問題への取り組み、これからも脱退するというですね、どこまでもどこまでもその自国のまあそういう利益を追求していいんだというね、そういうこの運動や動き、そして選挙ではそういう勢力が、まあ、力をつけたり、まあ、ところによってはそういう人たちが代表になってしまうというですね、そういう、まあ、まあ、新たな、まあ、危機の芽がですね、育っている時代であるというね、まあ、そういう面で、この、私たちの繁栄はいつまでも続くのではないし、ね、いつでもこの保持されていたものではない。ね。本当にそういう民主主義という庭というのは、手入れしないとですね、荒れ放題になってしまうというね。この、まあそういうことをまあ語っておりましてね。本当にまあ、素晴らしいメッセンジャーだなと思ったんですね。まあ他方で、まあ現大統領は、本当にまあやりたい放題というかね。
そしてまたそれを、まあ、応援しているのが、まあ、あの、まあ、米国の保守的な、キリスト教会の、まあ、一部のクリスチャンたちというかね、熱狂的にというか、何かそれが、まあ、まあ、悲しみであり、また心の、まあ、痛み、としてね、本当に、まあ、祈っていく必要があるなというね、そういう、まあ、気持ちにさせられる、まあ、昨今、まあ、アドベントであるということですね。まあ、そういう中で、まあ、本当にこのヨハネによる福音書を見るとですね、ヨハネの福音書はそういう民族主義的な、ユダヤ的な、彼はまあユダヤ人でありましたけれども、まあ、しかしですね、彼の目にはですね、この全世界がありね、全宇宙があり、この初めにですね、神がおられてね、そして神がですね、この全てのものを作られたとね、そういうこの視野があったというね、ことですね。そしてまあ、去年の黙示録の中にはですね、この全ての民族がね、神様のもとに集まってきて、その命の木の葉によってね、全ての痛み悲しみがこの癒されるというね、そういうふうなことが書いてあります。旧約聖書ではこの非常にこの割礼や立法とかね、そういう民族主義的な排斥の考え方があるわけですけども、そういうこの民族主義的なエネルギーではなしにですね、私たちはこの黙示録のですね、終末の完成のですね、光からですね、現在をこの見つめ直すということをね、このヨハネによる福音書は、まあ、ヨハネの黙示録とともにね、教えてくれている、まあ、書物であると思うんですね。で、一章の、まあ、三節から見ていきますとですね、すべてのものはこの方によって作られたと。ね。この、すべての存在の中心はですね、この、イエス・キリストであるというね。そして、この方によらずできたものは一つもないと。ね。すべてのものはキリストによって、キリストを通して、ね。キリストのために作られたとね、コロサイ書なんかにも書いてありますけどね。すべての存在の中心はですね、キリストである。すべての主権はキリストにあるというね。そしてこのキリストはですね、この方によらずできたのは一つもなかったとね。何もないところからね、無からね、創造されたこの宇宙をね、被造物世界を。前もって材料のないところからですね、このキリストがですね、このすべてのもの、ね、三密体の神であるですね、キリストがすべてのものを作られたとね。で、このことは、まあ、今日ですね、まあ、宗教的、まあ、多元主義と言われるね、まあ、どんな宗教でも、まあ、平等なんだと。そして、すべての宗教のですね、道をたどって山に登ればですね、その頂でですね、同じ月を見るかなというね、そういう、まあ、この、教えもありますけれども。しかしですね、この、聖書はですね、この、キリストによってね、この、作られたと。ね。そして、この方によらずできたのは一つもないと。ね。で、このことは、この、今日ですね、この、まあ、ヒンズー教とか仏教なんかではですね、被造物とですね、この、そういう神的なものの区別がですね、この、非常に希薄であり、ね、そういう区別がですね、境目がないというね、そういう宗教もありますけども、私たちのですね、この聖書の信仰というのはね、神様とですね、創造者と、そしてこの、被造物世界、ね、これがですね、明確にこの区別されている。神と被造物世界というね、区別があるというね、そういうまあ信仰であるということですね。ですから、私たちと神様との関係はですね、非常に人格的なものでありね、何かこの、アニミスティックと言いますか、すべてのものの物質の中に霊が宿っていて、そういうものとのですね、交流があるとかね、そういう考え方はです、とはですね、別個のものであると、ね、いうことをね、私たちは、まあ、教えられるということですね。
1章4節にはですね、この方に命があったとね、この命は人の光であったとね、で神様の命ね、永遠の命っていうのはですね、非常にこの人格的な命であるね、このロゴスである、この言葉であるね、この人格である、この命の与え主であるね、そしてその命はですね、このキリストから派生しているんだね、与えられているんだね。ヨハネが見た命はですね、この光の視点でこの見つめられていてね、非常にこの象徴的にですね、まあ表現されているわけですね。一章五節にはですね、光は闇の中に輝いているね、闇はこれに打ち勝たなかったとね、このように書いてありますね。これはまあ創世記一章の小玉ですよね。この初めに神が天と地を創造したとね、地は暴漠として何もなかったとね、この世界はまだ暗闇の中にあったとね、しかしですね、神は仰せられた光あれとすると光があったとね、その創世記の言葉ですね、イメージをですね、ヨハネは心に抱いてね、初めにね、言葉があった、言葉は神であったね、そしてこの方によってですね、全てのものが作られたとね、そしてこの方に命がありね、光であった、光は闇の中に輝いているとね、闇はこれに打ち勝たなかったとね、このようにこの歌のですね、歌詞の一節と二節のようにね、まあ、こだまし合っているというね、感じですね。そしてこの被造物世界はですね、キリストの偉大さをですね、宣言している。ね。この方によらずできたものは一つもなかった。ね。この方によって、キリストによって、ね、この世界作られたと。ね。で、このですね、この光はですね、伝統的にこの一般啓示の光と見られておりますね。神様はですね、ご自身のですね、この光のようなね、このご性質をですね、創造物を通してね、この全ての人にね、明らかになるようにね、この示しておられるね。ローマ一章にはですね、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性はですね、世界の創造された時からこの方は被造物によってはっきりと認められる、ね、この世界はですね、この鳥や、ね、木々や川や、ね、山や宇宙の星々すべて、ね、それは神様のですね、永遠の力とですね、神性のですね、この基づくですね、それをですね、表すですね、この作品であるということですね。このような素晴らしいものを作られた方が神様だよ。ね。だから、詩編19編ではですね、天は神の栄光を語り継げ、ね。大空は見ての技を告げ知らせると、このように書いています。ね。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話す言葉もなく、ね。その声も聞かれない。しかしその叫び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたとね。本当にですね、この世界を見るときにね、私たちは神様がどのように偉大な方であるかということをね、知ることができるということですね。またこの五節にはですね、光は闇の中に輝いていてね、闇はこれに打ち勝たなかったと書いてあるね。罪と死と堕落によってですね、この世界はですね、このアダムとエバ以来ね、罪と堕落の中にね、この汚染されているね。しかしですね、その汚染されたこの罪の世のただ中でね、黙示録4章にはですね、聖なる聖なる聖なるかのね、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方、ね。この御座についておられる方に栄光を誉れ、感謝、ね。満ち溢れるようにと、ね。このように、まあ、天使たちが絶え間なく叫び続けていると、このように書いてあります。
ね、この黙示録をですね、書いたですね、このヨハネはね、書いた時にはローマ帝国の支配のただ中にあり、迫害のただ中にあり、そしてパトモス島にですね、この流刑にあっていたというんですね。その時にこの聖霊に感じてね、そのようにですね、この世界は見るところはですね、この悪しき力に支配されて、そしてこの迫害がある。しかし天においてはですね、法の主の主がおられね、聖なる聖なる聖なるかなとね、我らの神はあなたは栄光と誉れと力を受けるのにふさわしいからですとね、そのようにこの賛美を受け取られね、万物を創造し万物をね、あなたによって存在されしているとね、そのようにこの褒め称えられているね。そのような意味で私たちはですね、このヨハネのようにね、天にの御座についておられるね、主の主王の、そして御子キリストをね、この誉れと感謝をね、捧げるべき時であるね。そしてこの御子がですね、作られたすべてのものね、これはですね、この私たちはですね、敬意を抱き保持されるべきものである。なぜならばそれはこの御子によるこの作品であるということですね。この世界はね、私たちはこの被造物をですね、崇拝することは禁じられておりますけれども、ね、神を礼拝すべき。しかしですね、この被造物を蔑すべきではない、ね、被造物は神の作品としてですね、敬意を抱き保持しなければならない、ね、キリストの作品として、神の作品としてね、この世界の種子であったり森であったりね、土壌であったり河川であったりね、海がですね、汚染されるということを私たちはですね、この防がなければならないね。キリストのために、キリストの庭の管理人であるね、それを汚すのはですね、キリストの作品を汚す行為であるね、神への冒涜であるということができると思います。そういう面で、まあ、環境問題はですね、非常に深く信仰に関わる問題である、ね、まあ、昨今ではキリスト教国アメリカ、世界のリーダーと言われていた国がですね、環境問題から脱退し、ね、我が道を行くというね、Going My Way という感じで、非常にですね、このエゴイスティックな、まあ、進路を、ね、辿ろうというね、方向性を示しておりますけれども、それがあらゆる分野で、貿易の面でも、ね、そしてこの諸民族に対する分、中東問題でも、もうことごとくですね、そういう、まあ言ったら、色合いが出てきている、ね、まあそういう面でですね、私たちは、そういう動きが神の御心にかなうものかどうかということをね、やはり、この心を留めながら、ね、本当に、まあ、取りなしの祈りの必要な時期だなと。何かキリスト教国の底辺からですね、何かこの汚染が始まっているね、いうことをね、私たちはこの心に留めないといけない。私たちはこのアドベントね、この闇の中に輝いている光であるキリストをですね、見つめて、闇はこれに打ち勝てなかったとね、そういう信仰を持ってね、確信を持ってね、本当にまあいろんな問題のためにね、心に留めて取りなしをね、続けていきたい、そのように思いますね。では本年の時を持ちます。